ザ・テトラークはアイルランドの競争馬である。奇妙な反転模様を持つことで知られる。一方、抜群のスピードを武器に短距離で圧倒的な強さを誇り、守護馬としても成功した。イギリスでは20世紀最強の2歳馬とされる。競争馬名の由来は、ヘロデアンティパスの称号、テトラークから。本馬の父、ロアエロドが、ヘロデ大王を意味することから。 その息子ヘロデアンティパスにちなんで名付けられた。あだ名はスポッテッドワンダー。ザ・テトラークは1911年4月22日、アイルランド・キルデア県のストラファンステーション牧場で生まれた。同牧場の経営者、エドワード・ケネディは当時イギリスでほとんど消え去ったヘロド系の復興に情熱を注いでいた。ケネディはフランスとオーストラリアからへ、 ロド系の種ボバを輸入し交配してみたが、あまり結果を出せず、これはかえって、オーストラリアでもえ、ロド系を滅ぼす結果に終わった。1912年、ケネディが生産したダークロナルドが出走していた、ドンカスターカップに、フランス産のロアエロドという名の足毛馬が遠征し、ダークロナルドを任して2着に入った。ロアエロドが、ヘロド系だと知ったケネディは同馬を2000ポンドで、購入した。 なお、ロアエロドとは英語に直すと、キングヘレットになり、ヘロド系の根幹主母はキングヘロドと同じ名前になる。ロアエロドは1910年に足を痛めて競争馬を引退し、ストラファンステーション牧場で3頭の繁殖品馬と交配した。そのうちの1頭がザテトラークの母、バーレンであった。誕生時のザテトラークは栗毛に、足毛と黒毛のまだら模様を持ち、 雄大な体格をしていた。成長するにつれて馬体は白さを増していった。1912年、セリーチに上場されたザ・テトラークはアティ・パース調教師によって1 3 0 0ギニーで落札された。落札額はこの時のセリーチにおける最高額に近いもので、パースは代金を支払い切れず、いとこのダーマット・マッカルモントに転売した。ザ・テトラークという競争場名もこの時決定した。 翌1913年、パウスが調教のためにザテトラークを含む2歳の管理馬4頭を同時に走らせてみたところ、ザテトラークは他の馬を大きく引き離した。数日後3歳馬と一緒に走らせてみたところ再び独走した。さらに数日後、57.2キロの金量を背負わせた際も同様の走りを見せた。 1913年1913年4月17日、ザ・テトラークはニューマーケット競馬場で行われた死は1000メートルのレースでデビューした。人気は3番人気であったが、スタート直後から束を引き離し、そのまま先頭でゴールした。この時、ザ・テトラークが全力疾走したのは最初の1波論だけであったと言われている。6月に入り、ザ・テトラークはウッドコートステークス、 コベントリーステークスを連勝した。コベントリーステークスにおける2着馬との喫茶は、公式記録では10馬身だが、実際には50馬身で、他の競争馬の場所の名誉のために主催者側が配慮したとも伝えられている。4戦目のナショナルブリーダーズステークスではスタートで大きく出遅れ、カランドリアを首錯わして優勝した。このレースが、ザ・テトラークの競争生活における、 唯一の心象である。起乗していたスティーブ・ドノヒューによると、ザテトラークには気に入らないことがあるとその場に止まって動かなくなる癖があり、その癖が原因で膠着した。5戦目のラウスメモリアルステークスではパドックから本、ババイの移動中に膠着を起こし、レースのスタートを1時間遅らせるアクシデントを引き起こしたがレースでは問題を見せず。 翌年のエプソムオークス優勝バプリンセスドリーに6馬身の差をつけて優勝9月に入り6戦目のチャンピオンブリーダーズフォールステークスと7戦目のシャンペーンステークスもそれぞれ4馬身3馬身の差をつけて勝ったチャンピオンブリーダーズフォールステークスの後陣営はインペリアルプロデュースステークスを目標に調整を進めたが調教中にザテトラークは後ろ足を 右前足の急接にぶつける追突と呼ばれるアクシデントに見舞われた。追突による怪我のため陣営はインペリアルプロデュースステークスへの出走を見合わせ、ザ・テトラークはその後レースに出走することなく7007勝で1919 19年のシーズンを終えた。この年の2歳フリーハンデにおいて、ザ・テトラークは2歳のチャンピオン決定戦である。 ミドルパークプレートの優勝馬公シらよりも10ポンド、重い主位に評価された。1914年翌1914年、人営は2000ギニーを目標に調整を進めたが、間に合わず、目標をダービーステークスに切り替えた。しかし調教中に前年と同じ、右前足の急節を追突により負傷した。この時の傷は、前年の時よりも深く、馬種の真っカルモんとは、 ザ・テトラークの引退を決断した。競争馬引退後、ザ・テトラークは種ボバとなり、マッカルモントが所有するバリーリンチ牧場でつなぎをされた。種付け量は3 0ーに設定された。種ボバとしてのスタートは会長で、1919年にはイギリスのリーディングサイヤーとなった。ザ・テトラークの種付け量は1921年には500ギニーに高騰した。 しかしザテトラークの種ボバとしての成功は長続きしなかった。種付けが嫌いという特徴があったためである。種付けには時間を要し途中でやめてしまうこともしばしばあった。後輩中にわざと王の付け根を痙攣させて射精したかのように見せかけるなど種付けをやめるための手段は手が込んでいた。ザテトラークの産区数は1922年生まれが12頭。 1923年生まれが10頭、1924年生まれが4頭と減少を続け、1927年以降は全く誕生しなくなった。ザテトラークが生涯に生み出した3区は130頭であった。それでも3区は合計257章を挙げ、前述のように1919 19年にはイギリスリーディングサイヤーを獲得している。 ザテトラークは1935年8月8日、バリーリンチ牧場で死亡した。イギリスにおいて、種付けのできない、シュボバは、アリシドンのように、殺処分されることが多く、ザテトラーク死亡のニュースを耳にした者の,の多くは死に、対してではなく、シュボバ失格の落因を押されて、なお生存していたことに驚いたという。ザテトラークの代表産区は2000ギニカジウマテトラテマ。 海賊品馬ムムタズマハルである。他にセントレジャーステークスカチウマを3頭排出した。直径子孫は先細りで現在はほとんど残っていない。ザ・テトラークの資質を最もよく受け継いだのはムムタズマハルとされており、その子孫にはナスルーラー、マームード、シャーガー、オーーシャープなど数多くの名馬がいる。日本へは戦前にテトラテマの3区、セフトが輸入され、 時のミノル、ボストニアンなど多くの活躍場を出し成功した。ザテトラークは足毛の馬体に大きな黒い反転模様のついた奇妙な毛色をしており、馬体も貧弱だったためミスボらしい馬と長尚を浴びることもあった。この奇妙な毛色は七大父のパンタルーニや母の祖父であるベンドアにも現れており何らかの遺伝子が作用したと考えられている。 ザ・テトラークの代表3区の一頭であるムムタズマハルにもこの特徴は受け継がれ、現在でも稀に発言することで知られている。また、この時代には希少であった足毛を持ち、父ロアイロドと共に足毛中高の祖となった。現在の足毛馬の多くがこの節を元にしている。競争馬の後輩や競馬競争の予想などで用いられる決闘理論の一つにインブリードというものがある。 インブリードによる効果を効率的に高める手法の一つとして、名馬の孫と飛行を交配して34あるいは43のクロスを持たせる、奇跡の血量18.75%という考え方がある。日本で奇跡の血量が有名となったきっかけは、1951年の東京優秀に優勝馬時のみのるがザテトラークの34のクロスを持っていたことにあった。 ザテトラークは前日のように種付けを嫌ったが、他にも嫌いなものが二つあった。一つは薬を飲むことで、ある時アロエの眼薬を噛み砕いて味わった苦さが原因であった。もう一つは見知らぬ人間が想定をすることで、レースの際には、旧車所属の想定士を帯同させる必要があった。デビュー戦の前に、競馬場所属の想定士が想定しようとしたところ、蹴り殺されそうになったことがある。 ザテトラークの誕生時、当ロアエロドの種付け量は18ギニーであったが、ザテトラークの活躍により30ギニーにまで高騰した。しかしロアエロドは、ザテトラーク以外に目立った、活躍場を生み出すことができなかった。ありがとうございます。